奈良の順に止まります。急行時に天王寺方面へは参りませんのでご注意ください。次は法隆寺に止まります。この列車は区間快速奈良行きです。法隆寺、大和小泉、郡山、終点奈良の順に止まります。信号が変わり次第発車いたします。車内にてお待ちください。この列車は急行時天王寺方面は参りませんのでご注意ください。本日急行時駅付近で線路内に人が立ち入りましたため、山手線内列車に遅れや運転取りやめが発生しております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。まもなく2番乗り場には遅れて到着いたします。区間快速大阪行きが到着いたします。王子を出ますと旧法寺、天王寺、新今宮、その先大阪環状線内各駅に停まってまいります。本日大和寺線内上旧法寺駅間で線路内人立ち入りがあったため、一時的に運転を見合わせておりました。その影響で一部区間20分程度の遅れが出ております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。2番乗り場高速の電車は区間快速大阪行きです。お待たせいたしました。区間快速の駅まもなく発車いたします。次は法隆寺に止まります。停車駅ご注意ください。次は法隆寺に止まります。到着は区間快速大阪行きです。関東行きの奈良行きです。次は法隆寺に止まります。発車後列車が揺れますのでご注意ください。本列車急行寺天王寺方面は参りません。次は法隆寺に止まります。本日に限りまして4番乗り場からは発車です。3号柏原八尾方面関東行きに止まります。Thank you.
光寺神駅間線路内に人立ち入りがありましたので、山手線一時的に列車の運転を見合わせておりました。そのため山手線内現在も列車に大幅な遅れや運転取りやめが発生しております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。車掌は井上です。終点奈良までご案内いたします。次は法隆寺です。お出口は左側です。
左側です。
4番乗り場でお待ちください。この4番乗り場で、電気2番、栄方面へお越しのお客様は、1番乗り場へお越しください。では、同じ鴨方面ご利用のお客様、着きました同じホームで5番乗り場でお待ちください。本日、急行時に線路内に人が立ち入りましたので、安全確認を行いました。お電車は終点奈良駅に19分遅れて到着いたします。列車が遅れましたことをお詫び申し上げます。リアクターに手を